次に田中健君。はい、国民民主党の田中健です。第8分科会最後の、バッターとなりまして、質問をさせていただきます。元気に、頑張りたいと思います。桜えびからですね、話を始めます。大臣も食べたことあるかもしれませんが、これ海の宝石と言われましてですね、国内では駿河湾だけで、専門の漁が行われておりまして、静岡では誇るですね、食材であります。この桜えびがこの10年ほど前から大変にですね、良い漁場場だったんですね、富士川沖で激減をしまして、いまだに不漁が続いています。これは黒潮の流れが変わったとかですね、自然環境が変わったというような大きな研究もされているんですが、この漁場であるですね、駿河湾に注ぐ富士川の河川の環境が今注目をされています。日経工業というですね、会社が高分子の凝集剤入りの汚泥のですね、不法投棄の問題がありましたり、また富士川に流れ込むですね、アマートダムのこの大佐の問題、そして日本系金属の水利権の問題とですね、それぞれの問題が三位一体のように複雑に絡み合っていると言われています。今日はその中でですね、水利権の問題について伺いたいと思います。日本系金属が持つ波紀発電所の水利権が来月3月にですね、更新期限2年を経ちますが、これをもう2年以上経つにもかかわらず、いまだに許可が下りていないという状態が続いています。どうしてですね、これだけ時間がかかってしまっているのかをまずお聞きします。国土交通省水管理国土保全局長井上智夫君。波紀発電所の水利使用許可の更新については、河川法第36条に基づく山梨県知事への意見聴取など、必要な法定手続きに加え、現在、国、山梨県、流域自治体、申請者である日本系金属との間で、波紀発電所での取水を減らし、河川の水を増量できないかについて、合意形成を図っており、その協議に時間を要している状況です。この協議の場は、国土交通大臣からの意見聴取に対する山梨県知事の回答において、波紀発電所の取水を減らし、可能な限り河川の水を増やしてほしい旨、記載があったことから、国と山梨県が仲介役となり、流域自治体、申請者に呼びかけることで実現したものです。現在も地元の関係者で合意形成に向けた調整が継続して行われていることから、国としてもこの場での合意形成を尊重した上で、水利使用許可の更新を行いたいと考えており、結論を注視しているところです。田中健君。はい、ルールお話をいただいたんですが、これもですね、かなり地元の人たちも注目していまして、やはりこの2年、これ許可が下りなくてもそのまま水利権に使えるというですね、法的には問題はないということであるんですが、それでもですね、やはり2年間権利がないままこのお水を使っているというのは異常な状況かと思います。今説明をですね、少しいただきましたが、この間ですね、協議がどのような段階でこう進められてきたのかですね、その具体的な中身を教えていただければと思います。井上水管理国土保全局長。先ほどもお答えさせていただきましたけれども、これ我々としてはこの水利権の許可のときに川に水をできるだけ増やしてほしいという地元の声がありました。それがちゃんと法定手続きの中で意見聴取できましたので、それに応えるための調整、関係者の調整、特にこの今の更新申請者である日本系金属の方にその取水を減らして川に戻せるかということ、どれくらいちゃんと戻せるのか、それが地元の希望に添えるのか、そういうようなことを合意形成ができるような場を作って進めているところ、そういう手続きを取っているので時間がかかっているということでございます。田中健君。はい、このですね、協議内容というのは非公開でありましてですね、やはり地域の人から見るとこれブラックボックスじゃないかとも言われていまして、今教えていただける範囲の中身を聞きますと、前向きな議論が進んでいるというですね、一部そういうお話も聞けましたので、ぜひですね、これ可能な限り情報公開を努めですね、そして地域の人たちにもですね、理解を求めながらですね、進めていただければと思います。そしてこの波紀発電所をですね、運営する日本系金属はその他に5つの発電所を保持しています。おととし国のこのフィットの適用を受けて、水力発電のこの電力を売電していたと
という実態がですね、地元の静岡新聞社によって明らかになりましたが、改めてですね、これは事実でしょうか。そしてまた売電していたのはこの波及発電所だけでよろしいでしょうか。伺います。資源エネルギー庁省エネルギー新エネルギー部長茂木忠君。今委員からご指摘いただきました波及発電所でございますが、2015年の3月に再エネ特措法の認定、いわゆるフィットの認定を取得をしておりまして、2019年の4月から運転を開始しております。現在も運転は継続しているというふうに承知をしています。で、日本建金属が所有する発電所を複数あるのは承知しておりますが、フィットの認定を取得しているのはこの波及発電所のみでございます。田中健君。はい、2019年からですね、この売電を行っているということでありますが、これまでですね、それどれだけ売電によってこの収益を得てきたのかと、また現在のですね、運用はどうなっているのか伺います。茂木省エネルギー新エネルギー部長。売電収益についてはこれは個社の営業情報でもありますのでコメントを差し控えたいと存じますが、これ認定を取得したのが2015年でございますので、売電買取価格はキロワットアワー当たり24円ということでございます。それからこの波及発電所の出力、認定出力は21,897キロワットというふうに承知をしておりますので、これがどのぐらいの運転稼働率で運転されているかによって、売電収入が決まってくるということかと存じます。田中健君。はい、これ売電のですね、記事を受けて、20年に国交省は、この軽金属にですね、実態調査の聞き入りの、立ち入り調査も行っているということからですね、詳細はぜひ、ね、把握しているはずであると思います。またですね、これ、分かる限りの調査というのも、事前にお願いをしましたが、これは言えない理由というのは何かあるんでしょうか。改めてお聞きします。茂木省エネルギー新エネルギー部長。繰り返しでございますが、売電収益、これ自体はですね、個社の営業情報でございます。初言としての買取価格と、それから出力については、これは認定を取っておりますが、実際にどれだけ稼働をして、買取量がどれだけになっているのか、それによって企業にどれだけの収益が入っているのかというのは、これ、個社の情報ということになりますので、私どもの方からこれはコメントは差し控えたいというふうに存じます。田中健君。はい、私もですね、これ、問題がなければですね、一企業のですね、この内情について聞くことはいたしません。と申しますのも、この資源エネルギー庁の水力発電事業計画策定ガイドラインにはですね、住民や自治体への説明の必要性がうたわれております。しかしですね、この会社、これまでその手続きを一切行わずにですね、ある意味、ひっそりとという言い方が適切か分かりませんが、フィットの認定を受けていました。つまり、地元の住民も自治体もですね、この売電自体のことも当然、さらにフィットを使ってですね、いることも説明をされておらず、知りませんでした。これを静岡新聞が指摘しなければですね、今でもこれ、分からなかったのかもしれません。このガイドラインが守られなかった件はですね、またどう認識をしていてですね、それに対してどういう対応を図ったのかお聞きします。茂木省エネルギー新エネルギー部長。お答えいたします。まず再エネ特措法、いわゆるフィット法でございますが、こちらの中で、認定にあたってはですね、事業計画策定ガイドライン、これを遵守していくということが求めております。発電事業者がその中で地域住民と適切なコミュニケーションを図ること、これを努力義務というふうにしております。でこれに違反しておりました場合にはですね、これは再エネ特措法に基づきまして、私どもが指導をさせていただく、そういった対処をしていくということになります。で今ご指摘がございました波及発電所については、事業者からは、関係する自治体と相談の上で事業を実施しているというふうに私ども聴取をしております。でまた現時点でご地元の方から経産省に対してはですね、直接のご相談を受けていないということですが、こうしたご指摘もございますので、やはりこれは事業者の方にも改めて事情を確認をさせていただき、関係自治体にもですね、状況について確認をさせていただきたいというふうに存じます。田中健君。はい、これも報道でありましたけれども、各、市区町村ですね、説明があったかという問いに関してなかったということが、明らかになっていますし、また私も地元の一人ではありますけれども、地元の人もですね、知らなかったと
そもそもこれ、もともと地元で、あの発電所、売電してるんじゃないかという噂がですね、ことしやかにですね、言われていまして、それを、まあ、新聞社がですね、情報開示請求のもとにですね、明らかにしたという経緯があります。今ですね、現時点での詳細を調べていただけるということでありますので、しっかりとですね、事実関係を確認していただきましてですね、これ、対応をですね、取っていただきたいと思います。まあ、そもそもですね、この日本軽金属というのはゼロ戦用のアルミ合金を製造する、まあ、軍需工場としてスタートしています。まあ、戦後もアルミは、まあ、経済発展の重要物資として、まあ、その精錬のために富士川地域の、まあ、水利権獲得に成功しました。2014年にはアルミの精錬からは撤退をしていますけれども、まあ、アルミ加工が続いておりましたので、これまた必要であるということで、水利権を保持してきたという経緯があります。まあ、しかしですね、今確認したように、まあ、自家発電した電気を電力会社にですね、高値で売却をしています。まあ、国交省をお聞きしますと、まあ、当初の目的がですね、変わったとしても問題ないという立場だとお聞きをしましたが、しかし目的外使用についてはですね、専門家の間でもさまざまな意見があってですね、今議論が飛び交っています。水利権の目的及び事業内容についてはですね、まあ、大前提として国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与し、公共の福祉の増進に資するものであると、まあ、これがですね、定められています。今回の件はですね、まあ、それに照らし合わせても問題がないというふうに言えるでしょうか。します。斉藤国土交通大臣。水力発電は日常生活や産業活動に不可欠な電力を生み出す事業であることから、まあ、自家消費か売電かにかかわらず公共の福祉の増進に資するものであると考えております。まあ、このため波紀発電所における発電を目的とした水利使用に許可を与えていることについては問題ないと考えております。田中健君。はい、まあ、法的にはですね、問題ないとしてもですね、まあ、先ほどの調査をいただけると言ったんですが、まあ、ガイドラインに違反しているという恐れがあるままですね、手続きを進めですね、さらにですね、この会社のホームページを見ますと、まあ、今なおですね、電力の大部分は自家用水力発電から供給され、まあ、一部不足部分は買っているというふうにですね、まあ、今日の調べてきましたが、ホームページに載っています。つまり今の水利権による発電だけでは足りないということをですね、会社自体が正式にですね、発表しています。これはですね、FIT の適用を受けて、売電する余力があったのということとですね、矛盾をしているんじゃないかというふうに思います。この記載についてはですね、大変疑問に思い、またこれ、虚偽の記載に当たるのではないかと思います。それぞれですね、FIT の承認をしている経産省、またこの会社にですね、水利権を付与しています国交省、それぞれの見解を伺います。それではまずはじめに、茂木省エネルギー新エネルギー部長。まず日本経金属がホームページで記載している内容については、まあ、私どもとしてはこれも個社の問題ですので、記載について虚偽かどうかについてコメントする立場にはないというふうに考えています。またフィット法上何か問題があるかということについて申し上げますと、フィット法自体は会社そのものというよりは発電設備ごとに認定をするという形になっています。したがってフィット法上はこの波紀発電所の認定申請に対して認定基準をきちんと満たしているか否かということで判断を行っておりますので、まあ、波紀発電所については、まあ、フィット法の認定基準を満たしているということでフィットの認定を受けておりますので、まあ、この点において、法令違反があるということではございません。井上水管理国土保全局長。私の方は水利許可の方の立場でお話をさせていただきます。一般論になりますけど、水利使用の許可は公共の福祉の増進に資するものであるか、それから2点目は確実に水が利用されるか、3番目は安定的に取水を行えるものであるか、それからさらにもう一つ、治水上その他の広域上の支障を生じる恐れがあるかないか、これらを総合的に関して判断しています。議員ご指摘いただいたその虚偽のことではないかということについては、私どもまだ承知しておらず、コメントは差し控えさせていただきます。田中健君。
そもそもですね、フィットを今説明を受けまして、設備ですね、に対して許可を与えるということであるんですけれども、フィットはもともと新たなですね、太陽光や発電、風力ですね、といった再生可能エネルギーの設備の構築を促す狙いでですね、電気の高値の買い取りを保障するものであります。この価格買い取りは、全国の事業者や家庭の電気料金に上乗せをされる仕組みです。つまりですね、今回の売電のコストも、電気料金に上乗せをされて、さらに一般の消費者や、事業者にもですね、負担になっているということがですね、分かります。もともとこのフィットには、制度的にですね、すべてを、管轄できる、ないしは管理できるというですね、ものではないと欠点があるのかもしれませんが、この適用をですね、認めたその経産省としての、責任は、この点に関してはないでしょうか、伺います。茂木省エネルギー新エネルギー部長。繰り返してございますが、フィット法の認定は、あくまでもこれ、設備認定で行っておりますので、設備が適切に基準に見合っているかどうか、それからそうした管理がきちんと行われているかどうか、それから認定はこれ、そこで発電された電気をきちんと市場に売って、再エネの供給量に貢献するということになりますので、それがほかに使われてないかどうか。こういったことがきちんと確保されていれば、これはフィットの認定としては違法ということにはなりません。田中健君。はい、そもそもですね、フィットのさまざまな制度的な、まだまだですね、寄付があるかと思いますので、また議論を改めてしたいと思っています。河川環境をですね、回復したいという声は、発電のために大量の水が取られですね、また河川の水量が非常に少なくなっている地域に、これは富士川だけでなくですね、全国共通する要求でもあります。あるいは観光やアウトドア等でですね、この魅力を増すために豊かな自然環境の河川流量を回復すべしという要望もですね、おそらく全国で来ているかと思います。この河川法には、関係住民の反映というものが明記されていながらですね、どうしても更新の手続きというのは、地域住民の意見が直接反映できるシステムになっておりません。取水事業者と河川管理者等によってですね、更新がなされているのが現状です。住民としては、この富士川鮎が有名だったんですけれども、例えば鮎が取れる川にしてほしいとかですね、鮭が取れる川にしてほしいとかですね、感情的に川の水半分戻してほしいとかですね、そういった表現しか取ることができないのが現状であります。これをですね、出水する際の具体的な条件に変える必要があってですね、その基本が河川の維持流量ということだと考えています。この富士川においてのですね、河川維持流量というものの詳細を伺うとともにですね、他の川においてのこの河川維持流量の設定の状況というものを伺います。井上水管理国土保全局長。河川の維持流量はその決め方、設定の仕方ですけれども、代表的な魚類の生息や繁殖の場所はどこか、その魚類ごとに生息や繁殖のために必要な水深や流速はどれくらいか、あるいは川にとってふさわしい景観が保たれる水面幅はどれくらいかなど、各種調査の結果を踏まえて設定されることにします。現在富士川では国土交通省が維持流量に関する各種調査検討を進めているところです。なおもう一つご質問いただきました富士川以外ではどうかということですが、国が管理しております全国109の一級河川のうち、維持流量を設定しているのは、利根川、淀川など95河川になっています。一方、設定されていない河川は、ご指摘のありました富士川や城下地川など14河川あり、現在、必要な調査、検討を行っているところです。田中健君。はい、9割近くですね、もう決まっていてですね、その決まってない一つの川になってしまっているんですけれども、この富士川、いつになっても決まらないというのがですね、地元の声であります。前回の水利権の更新が1982年です。この時の新聞にもですね、地元の声として、全く同じです。水利権の一部をカットしてですね、富士川の流れを取り戻してほしいと、豊かな自然を取り戻してほしいと、これ私生まれた頃ですけれども、その要望出ていましたですね、もう40年。とにかくですね、お願いの声しか上げられない、この住民のですね、気持ちをぜひ分かってほしいと思います。この河川維持流量をですね、検討中ということをお話しましたが、一日も早く決めてですね、これをもとに、議論を進めていけばですね、感情論でなくて、
建設的な議論ができるのではないかと思っております。これ、いつ頃までですね、待てばよろしいんでしょうか、そのスケジュールをお聞きします。井上水管理国土保全局長。先ほど申しましたように、富士川ではこれまで維持料に関する各種調査、検討を進めてきているところです。富士川はですね、委員ご存知のとおり、この先ほど話がなっているように、戦前の頃までに、もう川の中がの水が少ない、ほぼ現在の水の利用の形態とそうなっていて、でその状態が長年ずっと続いてきている状況にあります。そこで先ほど申しました魚類など生物の生息場の評価というのは難しいということがあったり、それから河川から地中に浸透して水量がどう変化するのか、伏没ということで中にこう川の下に伏流水になってしまう、そういうのことを把握が難しいことから、これらの調査検討に時間を要してきました。ですが来年令和4年度中にはこれまでの結果を取りまとめて維持流量を設定いたします。田中健君、はい、ありがとうございます。地元の人はですね、大変悲願でありますので、まずそこからがスタートだと思っていますの です、ね、ぜひ一日も早いですね、発表をお願いしたいと思っています。さらに言えばですね、平成15年、国交省が河川環境のための水利調整報告ということで、さまざまなですね、この水利権の更新によるときの、放流をしたりですね、また、それができなければ流状変動というものをですね、生かした放流を取り入れようと、いろんな研究報告が出ていまして、信濃川においては一定の効果が現れたということであります。ぜひですね、この河川維持流量、4年には発表すると今言っていただいたんですけれども、その間にもですね、この試験放流等を行うなど、河川環境改善に向けてあらゆるですね、対策を取り入ること、すべて講じてほしいと思いますが、見解を伺います。井上水管理国土保全局長。委員のご指摘のようにですね、いろんな場面捉えて、河川の方に水を戻して環境を回復するということは重要だというふうに思っています。委員がご指摘だった他の事例ということで、ダムの下流の水を回復するような試験運用、試験放流のようなことをやっております。でご存知だと思うんですけれども、この富士川においても日本軽金属が所有している波紀発電所ほか3カ所においては、信濃川でやっているような発電のガイドライン、減衰区間のガイドラインに従って、もうすでにこの維持流量、簡易の手法で維持流量を設定して、先ほど申しました生物の調査を積み上げていったのは来年であるんですけど、そうじゃなくて、どれくらいの面積が上流にあるので、これくらいは最低限発電所の取水口以下、取水地点より下でも確保しましょうということについては、もうこの富士川でも我々指導してきて、すでにその対応をなされてきているところです。それから最初に申しましたように、水利使用の許可、今回更新をするわけですけれども、地元自治体、流域の自治体と発電事業者の合意によって、より多くの流量を確保しようというような取り組みに対して、その協議が円滑に進むように促しているところです。田中健君、はい、ありがとうございます。あらゆる手段を使ってですね、ご協力いただいているということで、その点については感謝をいたしたいと思います。またもう一点の視点です。河川法ではですね、これ1997年改正におきまして、これまでの治水・利水に加えて、河川環境の整備と保全がうたわれまして、環境面への配慮や生物の保全といったですね、その視点が新たに加わりました。この点ですね、国交省が行っている河川水辺の国勢調査、これが大変重要なものになってきています。地元においてはですね、これが今の富士川の現状をですね、把握できてないんじゃないかという声が上がっています。と申しますのも、昨年11月にですね、山梨県側の民間の研究者、地域自然財産研究所の篠田さんがですね、調査をしますと、この川虫ですね、よくアユやですね、定性生物と言われるこの自然の環境の水のですね、調査の基準となるこの川虫がですね、激減していることがですね、調査で分かりました。この原因は不明でありますけれども、普通じゃないというお話を聞いていまして、ダム由来の濁りやですね、これ水力発電時の取水による水枯れが原因の可能性もあるんじゃないかという指摘があります。ぜひですね、この国勢調査をうまく使ってですね、この今の
置かれている現状ですね、富士川水系がどうなっているのかという徹底的な調査も併せて行っていただければと思いますが、いかがでしょうか。井上水管理国土保全局長。河川の管理にあたっては、河川環境を把握した上で、多様な生物の生息、生育、繁殖環境の保全や創出に配慮することが重要であると認識しています。委員からご指摘ございましたように、国土交通省では、国が管理する区間の河川環境の全体像を把握するため、河川水辺の国勢調査を実施しており、富士川本線においても、5年に一度をめどに、魚類や川底に生息する定性生物を調査しています。このなお、ここの今までの調査におきましては、これまで30年間調査を実施してきまして、生物分野の有識者からは、生態系の影響が見られるものではないというふうなご意見もいただいているところでございます。ただ一方で、この河川の規模が小さいために、この小さい支川、ご指摘のありました早川とか、そういうところにつきましては、この河川の水辺の国勢調査が行われていない、そういうところもあります。で、そういうところにつきまして、委員もご指摘のございました、地域の研究者からも定性生物の数が減っていると、そういうような話があるのを承知しております。このため、早川などの支川については、支川の管理者である山梨県と連携して、どのような調査を今後行うべきかも含めて検討し、調査全体を国の分と、県の分とこう共有しながら、支川を含む富士川水系全体の河川環境の把握に努めてまいります。田中健君。国勢調査ですね、富士川の本流3カ所、定期的にずっと、落ちてきていただいたということでありまして、やっぱりそれじゃ少ないんじゃないかというのと、今言いました早川の合流地点なんかはですね、もう水枯れが起きてまして、ほとんど生物いませんので、ぜひそういった、実態にですね、あったですね、調査を。山梨県ともですね、また静岡県とも連携して行っていただきたいと思います。2020年ですね、12月12日、これ2年に1度、ダムの取水口の点検の整備がありましてですね、この富士川の水がすべて流れ込む日があります。これが大変にですね、地元の皆さんにとっては待ち遠しい日でありまして、自然の流れを感じ、また自然の姿に富士川に浸れる日であります。ラフティングを行っているナチュラルアクションさんがですね、この富士川フリートゥーフローと呼びかけて、地元の人はもとよりですね、全国の川を愛する人、そして川で活動する皆さんをですね、呼びかけて集まりました。そして思い思いで川を下り、私もラフティングでですね、富士川ずっと川を下らせていただきました。もともと人間ですね、川と共に過ごしてですね、そして豊かな自然環境の中で生活してきましたが、どうしてもダムができてしまいますと、もちろんダムを否定するわけではなくですね、そして水力発電も大変に必要なものなんですが、ダムで作った電力というのは、そこの地域ではなくですね、今回で言えば事業所、ないしは全国どこでもですね、その地域の人たちでない人たちが使うことによって、どうしてもその距離が生まれてしまうと。ダムによって生まれたですね、電気というのは、自然を一部ですね、利用させてもらっていると。しかしながらそれがなかなか忘れてしまうですね、使っている人も。で、地域の人もどうしても水がなくなってしまうとですね、川から離れてしまうと。そういった環境がずっと続いてきてしまいました。大変ですね、残念な今、状態にあるのと思っています。川の恵みというのは、奪うものではなくですね、社会のさまざまな要求と一緒にですね、川としての環境との保護がうまくバランスしたですね、在り方というのが、これから求められてくると思っています。今回の話の中では、再度申し上げますが、決してダムによるですね、私は水力発電否定しているわけではありませんし、それはですね、素晴らしいものだと思っていますが、企業と地域が連携してですね、この自然の恵みを生かしていただきですね、持続可能な環境を一緒に作っていきたいという、その一点の願いであります。そしてそれがひいては河川環境の改善につながり、豊かな水がですね、冒頭でありませんが、駿河湾に流れ込んでですね、で桜えびをはじめとした、そういった海の恵みにつながることと思っています。私自身、富士川で生まれ育ちました。子供たちにですね、次の時代、自然のままの美しい富士川を守りですね、そして残し、引き継いでいくのが役目だと思っています。海の問題は、すなわち川の問題でもありまして、川の問題は森の問題でもありましてですね、ひいては私たち人間の問題であると思っています。ぜひこの富士川のですね、河川環境問題に向けて、また改善に向けてですね、取り組みを一緒に進めていただきたいと思いますが、最後にですね、今日の質問を聞きまして、大臣のお考え、一言いただければと思います。斉藤国土交通大臣。はい、
今の議論を聞かせていただきました。南アルプスから甲府盆地を通って駿河湾に至る富士川は日本三大急流の一つであり、また甲斐と駿河を結ぶ要路として昔から人々の暮らしに寄り添ってきた川です。議員ご指摘の発電のための水利権については大正11年に静岡県および山梨県知事の許可で設定されたものであり、戦前戦後を通じ我が国の産業の発展に大きな役割を果たしてきました。一方で上流で取水された水はそのほとんどが川に戻されることなく直接駿河湾に注いでおり、河川環境の保全のためその流量の回復を求める声が地域から上がっているものと承知しております。地球温暖化対策にとっても重要な再生可能エネルギーである水力発電とそれから河川環境の保全、この2つのバランスは大変難しい課題ですが、関係者の間で合意形成に向けた調整が進められていると聞いております。私としてもそうした合意形成に向けた動きを尊重し、地域の声に真摯に声を耳を傾けて、問題解決に当たっていきたいと思っております。田中健君。ありがとうございました。これにて田中健君の質疑は終了いたしました。以上をもちまして本分科会の審査はすべて終了いたしました。この際一言ご挨拶を申し上げます。分科委員各委のご協力によりまして本分科会の議事を滞りなく終了することができました。ここに厚く御礼申し上げます。これにて散会いたします。